はい、まあ、引退して、いつか指導者になりたいということも言ってましたし、まあ、それを、ね、プロ野球ではないんですけども、こういう以前お世話になった企業チームで、はい、指導させてもらうことができるということは、はい、本当にありがたいなと。それしてまた、ね、どういう形になるかわからないですけども、まあ、恩返しできるようにしていきたいと思います。ただプレーをするだけじゃなくて、社会貢献だったり、チーム貢献であったり、なぜ野球をするのかということを今日は言われてましたし、まあ、そういうところもしっかりと把握しながら、まあ、還元って言えばいいんですかね、はい、自分の持っている引き出しを皆さんに伝えていけたらいいかなと思ってます。はい、まあ、技術に関して言うと、僕はもうこの豊田自動車野球部はトップレベルだと思っているので、僕がああするこうするってことはないと思うんです。ただやっぱり都市対抗出るだけのチームじゃなくて、もう地域の皆さんは優勝することを求められていると思いますし、求めていると思いますし、まあ、それを達成するためにやっぱり準備の大切さであったり、試合に入っていく心構えとか、そういうものは、プロ野球でいろんな方を見てきて学んだつもりがいるので、そういうところを、僕の経験を伝えていきたいなと思っています。いや、まあ、練習は苦しかったですね、はい、でもその土台があって、プロ野球で活躍することができたと思いますし、小中高と、野球はしてましたけど、やっぱりここでの経験っていうものがトーナメントを勝ち抜く、厳しさ大変さっていうものを学びましたし、それが、日本シリーズやクライマックスの一発勝負で生きたと思っているので、社会人野球の経験っていうものは野球だけじゃなくて、社員の皆さんにも応援されているってことを、気づかされた当時3年間でした。そうですね、はい、もう何かしたいなという思いからこういう話をいただいたんですけど、もう本当ありがたいですし、本当にさっきも言いましたけど、恩返しできる、はい、今まではする立場であって、これからは見る立場になるので、分からないことたくさんあるんですけども、勉強しながら、一つずつ覚えていって、野球の目標があるので、それにしっかりと